どうもお疲れ様です。高橋です。最近髪が伸びたのでバッサリ切るか、それともこのまま伸ばすか悩んでます。どうでもいいですか、はい、今日は、バレンタインデーいただきました。ありがとうございます。かんない。すべて手作りだそうです。早速やります。順番にいただきます。すごく美味しかったです。ありがとうございます。ごちそうさまです。